ゴールキーパー上田俊介、ディフェンスは4枚、右から奥田博樹、真ん中に井原慎太郎、大健二、左に北村亮太、中盤深いところに下沢優太と大隈健太が右にと予想しています。そして東出壮太を中に、山崎亮平を左にと予想してみました。この辺りゲームが始まってから確認してみようと思います。一番前には永田和真と橋本圭吾、この 4-4-2 で予想しています。ゴールキーパー八田貝早期、スリーバックは右に池谷隼人、真ん中に秋山拓也、左に杉井颯と予想しました。その前は右に船橋優也、真ん中に宮崎雅樹、左に砂森和樹、もう一つ前に佐藤優太と西村康文、一番前に新光平と三田直樹。この辺りもゲームが始まってから詳しくポジションを見直していくことにしましょう。砂森経由して一つ前へ、次が上がっている、それを見せておいて次が中に入る、中でもらう、新光平が一人中にいる、新の足元、左足、ファーストゴールは新光平、 AC 長野パルセイロ。走り込んでいったこのプレーからゴールシーンが生まれました。一人見せておいて中に切れ込んで、今度は内側から切れ込んでいって、背番号11新光平が落ち着いて蹴り込みます。佐藤優太の突破からでした。スリーがクロスを送って弾かれた後、新光平が最後詰めていきました。左預ける東で、足元が上手い選手です。中庭には橋本、ポストの右、一つ形ができました。ドリブラーの8番の東出から、3人で奪う、三田預けて自らは中に入り直す、次佐藤から一つ前へ、新預ける、中4枚なんとか書き出しました。キーパーは上田、弾いてみせました。右からのコーナーキック1本目、 AC 長野パルセイロ伸ばしてきた、足元止めた、上田俊介止めました。風がまた強く待っています。左足なら6番の大熊狙っていった、クロスバーだ、本当にキワキワのところでした。高いボールこぼれて蹴り込んでいった、かき出した、よく打ったシュートでした、よくしのいだ長野のディフェンスでした。球際厳しくいく、また抜いて外回る、大熊のディフェンス、さらに詰めていくミドルシュート、上田が止めました。走り続けていた橋本圭吾に代わって青戸かける、そして80番の永田に代わって高橋和樹、胸でトラップしてそこから反転シュートだ、挨拶代わりというにはあまりに素晴らしい南野晴美。南野動き出している、小泉の対応、さらに行く、奪われた後のファーストディフェンダーの意識、南野、長いボールだ、キーパー上田は出るに出られない、ミドルシュートだ、大きな大きな2点目。三田直樹、大きな大きな2点目。
は得意の左足。三田直樹の左足です。上田まで戻します。アディショナルタイムがどれだけ残されているか。グランダシュートにターンアウト。目の覚めるようなシュート、弾き返して見せたキーパー八田貝。入り直して北村智也、新しい10番山中レオ。試合終了を告げる長いホイッスル。2023シーズンの開幕、勝ち点3はワンチームのオレンジ、アウェイの AC 長野パルセイロが白星発進。テゲバジャーロ宮崎、ホーム連戦の次節に思いをつなぎます。